はい、皆さんこんにちは、あちでございます。三国志、そうですね、パート22をやっていきたいと思います。どちらかというと武将クラスの方がいいかな。楊州さん魅力低いんですよね。東昌さんでも武力高いな。そうね、みんないいなあ。東昌さんにしよっか。東昌さん多分ダメなんだろうね。最低4人かな、文官を入れると開発目的でね。ちょっと無駄なことしちゃったかもしれないですけど、私的にね、文官でも分官しながら対処できると思ってたんですけど、多分できないですね。東昌さん戻っちゃうかもしれないけど、はい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 、とだもんで、もうあれですね、人事でも大衆まで任命しちゃおう。大衆ね、そうだね、やっぱりそうだわ。はい、大衆ね、これでいいでしょう。で、曹操さんは、まあ無駄だけど捜索は引き続き、小西さんにさせましょうか。そのようなこと、ああしまった。まあもう落葉は3日ないでしょうね、しばらく。はい、軍事、そうだね、春にいくらお金入ってくんのかな、それがすごく気になるよね。訓練はどう？ああ十分言うことないね。軍事の、あ、そうだそうだそうだ、あ、ダメだダメだわ、ダメだね。今文官がいっぱいで、武官が、あ、でも武官一人だからいっか。編成しましょう。誰に編成させますか。楊州さん、それか、あ、張子さんもそういうことないよね。編成を、曹操先生をね、5000でいいかな。あとね、全部ゼロで、旅券さん、あ、9000か。旅券さんに分けて、あとは、あ、書こうともゼロだね。ちょっといっぺんリセット入れちゃいましょう。混ぜて、12345と。で、旅券さん。旅券さんにね、あ、15000みんな持っていける。本当は多分分散するべきなんだろうけど、分散させるべきなんだろうけど、1万にしましょうか。で、加工トン、これを残りで、はい。でね、訓練ね、あ、高いからあんま意味なかったねそっか、もうお任せ長期でドッカンドッカンね、もうオートメーション化しようと思ったんですけど、もともと高いからまあ準備だね、やるとすればね。そうですね、だからどうしようかな。ほんとね、金がないのよね、それが一番辛いわ。身動きが取れないね。あ、97が最低か。はい、で、捜索もやってるし、施しまだいらないですね。計略も金ないもんね計略も金かかるんじゃないの。準備、そうですね。はい、縁ですね。縁は何しようかな。まあ当面開発なんですけどね、開発なんですけど、まあ、治水と商業やってるんでね。あ、そうだ、米どうだろう。
売れたら売ろうかな。あ、米いい、81だ。売ろう売ろう売ろう。あらあらあら、円ぐらい大きくてもいない時はあるので、ね、創作ね。あら、ひょっとして東洋って、ああ、そっちね。あ、閉まった閉まった、密定送るの忘れてる。訓練、あ、加工園はちょっとまだあれさせましょうか。褒美ね、褒美与える必要があると思うんで。あ、95は1人いますね、この方。あ、金じゃない。褒美ね、書物だね。書物で調整が上がるのっていいよね。準備、あ、そうね、うん、そうね、落葉で一気にっていうこと考えてんですけど、そうね、できないね、すっことないね。人事創作か、コシャージさん、はい、2ヶ月ね。そのような今年もたらーにと。挙手はね、さあ、お、米増えた。だもんで、まず施しだね。ああ、マッチさん、赴任早々だから。赴任して早々だからね。まだできないんだね。長陽さんで言っとこっか。で、そうか、金がないから人材多いんだけど、何もできないんだね。辛いとこだなこれ。あ、分館ばっかだもんね。あ、そうだ、分館いっぱいなんだけどできないんだ。あ、金だね。あ、商人、米、あ、米よりじゃないや、あ、商人いたね。まず、都市だね、96か。まあ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 いいでしょう、売っちゃいましょう米売りね。これ魅力関係ないらしいですね。私的に魅力魅力って思ってましたけど、なんで魅力が関係あるんだろうとか思ってましたけど、米以外は本当に、あ、装備の時だけぐらいしか関係ないという話聞きましたね。教えていただきました。はい、でこれで開発できるね。巨匠悪いな。とりあえずは商業だね。商業に、よいしょ。あ、このぐらいか。商業にね、2ヶ月だね。200、町が繁栄することでしょう。来月またあれしとけばいいでしょうね。武将の方行っちゃった？在野がいたと思ったんだけど、あ、もう行っちゃったんだね。あー、そっか、それとあと、あー、万長さん赴任早々だからできないのか。まあいいでしょう。うん、いや、軍事のね、訓練は、あー、総人さんね、はい、軍事の準備かな。あ、いや、できるね。はい、兵が増えましたね、満潮さん来た分ね。あと満潮さんの兵も増やさないとね、あれだもんね、大衆だから。あ、東光さんっていうのか、ごめんなさい、衝撃の将と衝撃の将でいいだったんで、東照さんって言ってちゃうね、ちゃん違いましたかすいません。この兵ゼロ、うん、兵ゼロね。開発、あ、商業増えてきましたね。せっかくなんで、ここは、うん、時刻ね、都市、
考え、あ、79だね。さあ、開発一応ね2ヶ月させましょうか。治水ね、うん、治水をしばらく2ヶ月で200ね。はい。であと軍事は無理。あ、そっか、東郷さんもね、またあれなんですよね、赴任早々だから。長安ね、さあ長安ね、これをどうしましょうか。開発、あ、してない。あ、今月からできるのか。商業、おう、まあ、この3人でいいでしょう。2ヶ月ね、200。はい。で、人事、創作は、賀来さんどう？そのようなことしても取られ終わりましょうと。まあいいでしょう。軍事、訓練。いや、倉庫さんは褒美ですね。うわ、悪いんだ。あ、しばらく。金はちょっとけちりましょう。人事じゃなくて、軍事、準備ですね。あららららら、全然いいわ。はい。あ、常用に行きましたね。高架から援軍が来ましたよ。戦争してくれていいね、安心できるわ。あ、死んじゃった。誰？あ、チョー君さんね。お、劉備が動いた。おー、袁紹と劉備がやり合いましたね。やっと劉備が動きましたね。破れちゃいました。ね、今の目標は洛陽で、今度強兵ですね。あ、安定いきましたね。調査より安定の援軍要請が来てます。はい。なんで？いいな。馬頭とも隣接してるんでね、いろいろ考えた方がいいのかもしれないね。長安の検定から調査に密使が送られました。はい、検定から調査に密使が送られて、ブブーっていう音が鳴りましたね。壁へ共同して攻め込んでいただきたい。もう拒否だね。軍師、かような条件では賛成しかねますと。拒否ね。どうも気が進むの。この話はまた次の機会に。いや、もうダメですよと。次は我が身と思うがよい。劉将さん自らね、あ、捕獲したってよかったかな。まあ捕獲はね、ちょっと乱暴なので。ということは曹操でやってると、ですがやっぱりはな、私検定を包帯してるんですよね。だもん でその検定がきっと私に弓引いて、調査になんかや手をだそんだ、あのなんかね、裏から手を回してんでしょうね。あ、そんなことまでやんのかい、このゲーム。そうなのね。さて、私忘れてましたね。密偵を放ちましょう。いや、その前に見れないとこがどこなのか、それを知っておく必要がありますね。あ、見れますね。はい、都市見ましょう。うん、兵士2200、4人しかいないんですね。長君ね、一覧、
まあ中精度まで見れないのか。でも多分悪いんだろうけど。さあここはということはやっぱり密定ですね。密定をこちらに、あ、王侯さんでいいかな。6ヶ月間違いなく成功するでしょう。で、密定を円ですね。こっちだね。次は落葉で強、強兵したらここですね、落とすのはね。巨匠に、巨匠をガード張ってっていうところでしょうね。守礼さん6ヶ月間違いなく成功するでしょうと。さあこんなもんでいいかな。で、商業が1600もあるんでね、楽しみですけどね。褒美、ああもうめちゃくちゃ来てるね。はいはい、小西さんにあげようか書物ね。さあ増やしていきますよと。軍事、訓練、ああもういっぱいいっぱいだね。軍事準備、あーこれ悪いから旅券さんだけで何ヶ月、まあ4ヶ月3ヶ月でやってみましょうか。で軍事、あそっかしまったカコトンさんできないんだ。あらら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 らしまったね。旅券さんに全部兵渡してた方がよかったかな。まあいいや。で、あとは、あ、そっか、開発ができんだね、まだね。工作やってるし、あ、そうだね、治水が終わったんだね、これね。あ、そっか、そっか、人少ないで無理なのか。あ、投用もできない。ますますすることないね。はい、巨匠ね。あ、次巨匠、あれ順番的に、あ、これランダムなのかな、回ってくる順番。人事、施しですね。満潮さん、あ、ちょっと待って、満潮さんでしたいのは山々なんだけど、褒美がいるよね。あ、いるいるね、この、あ、ゴシランさん、金はちょっとやめておきたい。ダムーンで施しはちょっと、そうね、70代の、あ、長陽さん、ここすっごい余ってるんだね、人が。タンラもサウドカシ喜ぶでしょうと。で開発、さあこうなったら工作ね。工作で工作1ヶ月だけね。はい。で人事創作ね。低いね皆さん。はい、王中さんで2ヶ月、それが今年もとろに終わりましょうと。ああこんなもんだね。軍事準備、あ、準備が悪いんだった。戦が有利に進みましょうと。はい、はい、次円ね。情報全然取れてないよね。あ、こっちは取れてんのか。2万ね、全然攻めていけるよね。落としちゃう、落とす方向でも金がないんだよね。年、わあ、米売りがすごくいいんだけど、商人がいません、いないですね。開発、ああ商業しよう。
1ヶ月だけね。そうだね、あ、47の人いるから、はい、1ヶ月だけね。人事登用できないでしょ。ああダメ元でやってみる。リホーさん、はい、説得。それこそ定育さん一筋縄ではいきませんかと。はい、いいですよじゃあね、人事で褒美ね。あ、低い人そんなにいなかったのね。小社寺さん書物ね。あ、じゃあね、ちょっとよく時間の方良くなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。三国志3のパート22ですね、終わっておきます。どうもありがとうございました。